今日もなだと役所天国本日は2022年9月の25日まで来ましたかはいはい秋晴れですねいい天気ですよ今日は日曜日ねあと5日で9月が終わりということでねまあ台風が過ぎ去ればこんな穏やかな天気ですわなさあそんなことでねもう苗がねバンバン控えておりますねはいまだまだね どっちゃりと先端位でありますけれどもねちょっとねこのところ曇りが多かったのでちょっと徒長気味にないできてますけどまあまああ,あ飛んでる何かが飛んでいるね白菜がねバンバンやられておりますが気にせずねバンバン巻いていきますね はいどんどんだいぶまだね今日ももう種まきですねもう白菜終わっていいんですけどないのでね食われていってますからまあできようができまいがまいていくということでございますねこれなんかもう白菜 <laughs> もうすでに白菜何番手なのかよく分かりませんね8番手ぐらいですけどこれもう植えられますしねもう <laughs> 気にせずね バンバン巻いていくという作戦でございます。あとはまあね、葉物をたくさんね開けとけばいいかよいしょこうなってくるとね、あのす、ー、べての野菜をね作る必要は我が農園の場合はないので、設定野菜を組めればいいのでそうなるとね、えー、白菜かキャベツかってなったら白菜なんですよねキャベツの方がどうしてもね結球しにくいので もうだからキャベツは多分今年秋冬はほぼないのかなっていう覚悟ですね。あとブロッコリーもねねもううでしょうか、ね、ブロッコリーも多分ほとんどできないまあうちの場合はねブロッコリーってほとんど力入れてないので即死が欲しいだけなんですよね。なんでなくても実際はあんま困らないんですね。はいということでねまた白菜の種買ってきてねあの70、75、そして85とねこうやってあるんですけれども。 そしてこのオータムポエム、で、最後のレタサイね、それでターサイと、ね、まだまだちょっとね、遅れてはおりますが、バンバンとにかくもう気にせずね、時期がね、やっぱりあったかいですよね、だからまだ今日9月の25でしょ、気温はね、だいぶあったかい感じがしてますので、あの、とにかくまいて、えー、もしかしたら結球しなかったりね、 小さく終わる可能性ありますけれどもまあもうしょうがないですね。えー、白菜70日我が農園はね白菜たくさん作る一つの理由はね春先にと立だち縄ができてくるいますよねなので結球しなくても何の問題もないわけです。ねそれで普通に4月必ずと立ちしますから結球しなくてもそのまま植えつけておいとけばあの。 どっちみち4月まではねそのままほったらかしていくのでねはいということでいやーまあ9月はどうしてもね台風が来たりこうやって病気虫でやられたりねまあバタバタ農繁器なんでねバタバタするんでねなかなかちょっとね落ち着いたあの なんてでですかねでまあ、ましてや今年1年目なのでねなんて言ったらいいんでしょうまだこうこの地域地域に馴染んでないというかあの畑そのものもね特性をつかんでないしうーんまあしょうがないですねいろんなことがこのようにしてねそんなに1年や2年でねパッと結果が出る農業であれば誰だって成功するわけですけどねまあ新規就農して10年経った時には、ね、10人のうち 78人は撤退するというのが普通の世界なのでね、うん、それは私もそういう,う撤退した人たちを山ほど見てきましたんでね、うん、ちょっとねあの地域によってねそってねあ新規就農できたよとか言ってねちょっとなんかのあれで行き合ったりねイベントで出会ったりねして「あそうなんです何々県からやってきたんです」とかって「研修とかどっかされました?」って「はいちょっとあのどこどこで」 やりました。そうじゃあ頑張ってくださいねーとかっつってねあのなんとなく名前ぐらいの名字ぐらいはなんとなくね向こうはね「あ百姓農園さんですか」とか「よくブログとか見てます」とかね昔よく言われましたけれどもでもそんな感じでそういえば <laughs> 3年ぐらいしてねあの「あの子どうなったんだろうな」って言ったらやっぱりもういなくなってたりするっていうねそれが我々の業界では割と普通なのでね。よいしょ まあ、今日9月の25ぎりぎりねあのもう年内のキャベツブロッコリーそしてまあ白菜白菜あ,のあれらが植えれば12月ぐらい11月は多分もうないですね白菜ね、うん、もうレタスがあと1本ちょっとしか残ってないのでレタスはもっと前いて良かったっていう話なんですけどねなん,なんどれだけ作ったらいいんだっていうね <laughs> 植える端から消えてってるわけですから。 まあ、どうにもなんないよね、うん、さあ、そんなわけでございましてね秋が来ますっていうか、今秋なんですけどこれから冬は来ますね冬対策ですねここでよくこうやってね、種まきしてここだけこうやって、ほら日光が当たるようにね屋根を透明にしてあるんですけどそれが裏面に出てね、暑くて このヘッドセットしているこのカメラに直接当たるとよくカメラ止まってましたけどこれからはね暑さ対策これからは冬冬冬寒さ対策になるんですねパオパオとかねトンネルまあこっちでねこの三重県であたりでねそんなトンネル栽培でねトンネル何十本も張ってるっていう人は多分ね見たことないので見たことないらしいのでねまあ私はトンネル栽培バンバンやりますけれども。 それでね春、春大根、春人参、キャベツ、白菜とねもう12月ぐらい早ければ人参の種まきがね春人参の種まきが11月にスタートしますからねはい、はあ、まだまだだから種まき続きますねもう例年だと、ね、だいぶもうこの辺ぐらいからないんですよねほぼ関東であればね、関東基準であればほぼもう主要な作物終わっていてあとは葉物に切り替わっていくんですけれども。 まあこっちはもう引っ張るしかないんでねまあ本当に今年はなんて言ったらいいんでしょうやこうや,やけくそに近い形でね <laughs> ちょっとやっぱりねこの農繁期がねやっぱり9月 毎年ね9月終わりまでなんか頑張るんですよね、で10月入ってねちょっと時間ができたりして、ね、やっぱりちょっと風邪ひいたりね、ね熱出したりすることがあったんですけど、ね、僕は風邪をひくってことはまずないですけど、なんか疲れだとほら夜とか微熱が出たりね、やっぱり疲れが溜まってきて、免疫が落ちたりするとね、なんかのウイルスにやられてるかもしれないけど、気温あの熱が出てで、ゆっくりね、普段はもう、基本的に僕はシャワーだけなんですけど、あの千葉時代はよくね、あの地域の,そのなんていうんですか、 あのそういうスーパー銭湯みたいなところにね <laughs> 行って半日ぐらいねあの風呂入ってサウナ入ってねゆっくりこうあの半日ぐらいね休ませるっていうかっていうことをねやってましたけどそういえばスーパー銭湯ってね皆さんの地域にもありますかねまああれぐらいですよねなんか癒しっていうとねうん。 まあこの年になるとね本当に何て言うのかなどっかに出かける用事っていうのがほとんどなくないですかね僕はお酒飲まないしお酒の席はねもう20代の時に散々経験したのであの全く興味はないのねまあそれはそれで、ね、本当にね今思えばですけど本当にあの水商売をやったおかげでいくつかのことがね その後やる必要がなかったことっていっぱいあるのでねうんそれは良かったことですよね今思い返すとですよねうん本当にそう思いますよいしょまずああいうねネオン貝ね 都会に行ったらああいうなんかネオン街のキラキラしたものに若い時憧れたりしますけどね僕もその一人だったわけですけど二十歳でね大学入って田舎から都会にやってきてねなんかそういうこう都市文化って呼ばれるものにね憧れを抱くわけじゃないですか今はどうなんですか今はもうあれなのかな昔はね高校卒業して えー、ボストンバック抱えてね都会にやってくるみたいなねそういうこうなんかストーリーがあったわけですけども僕もね中部地方の本当に山奥で育った田舎者だったのでとにかくね都会に行かなきゃいけないっていうねで都会行ってなんかわかんないけど一旗あげなきゃいけないみたいなねまだそういうちょうど僕の頃はバブルのねまだ走りの頃でしたからねうーんちょうど学生時代にバブルが全盛でしたけどもその時にね僕は夜で働いてたので今思えばね あの本当にねあのほらドリカムかなんかが金曜日の決戦は金曜日なんかそんな歌流行ってましたよねだから金曜の夜街はほらもうなんかそわそわしてるとかなんかわさわさしてましたもんねで金堂とあるじゃないですかもう今よく知らないですけどね繁華街僕は知らないですけどそういう雰囲気がもう街からあのなくなりましたもんね この不景気にそしてこのウイルスの状況ということでねまあそういう意味では今水商売やってる人たちってどんな気持ちなんですかねこんなにこの国がね不景気になってうんもう今ほら居酒屋さんとかっていう業種自体がもうなくなりつつあるっていう状況に追い込まれてるようじゃないですか僕も知りませんけどね渡美さんとかね僕の頃渡美とか全盛でしたけどねでカラオケボックスができてねみたいな。 懐かしい僕の20代の頃の話ですけどそれから比べればねこの国が失ったものっていうのは結構大きいのかもしれないですよねよいしょまあでもどうですかあのもともと僕がね小学校とか中学校とかあの僕は本当に。 中部町の山奥で育ちましたけどもともと日本人は貧乏だったわけじゃないですかねえ貧乏というかみんな金もなかったし僕が小学校の頃なんかみんな鼻水垂らしてねうーんみんな貧しかったわけですけど戦後ねなんかこうたまたまなんか日本経済になるものがうまくいってだけど結局こうやって振り返ってみるとねもう今こんな感じじゃないですかねえ あの今、円安が進んでいるようですけれども、結局、二十何年前の水準に戻って、こうやって元に戻りつつあるわけですよね。うんだからそう思うと、本当に、日本が本当に景気が良かった時代って、何年あるんですかって言ったら、賞味30年とか20年じゃないですか。ねなのでそういうふうに思うと、まあ、元の際に戻ってきたよねっていう。 もともとこんなもんじゃないのっていう感じがしませんかって話でねまあどうでもいい話っちゃうどうでもいい話なんですけどまあそういう意味ではもともとね日本は戦争に負けてそこからスタートしてこれで あれは1945年ですからねあれから80年ぐらいになってねこうやってもう戦争を経験し実際のことを知ってる人はもうほとんどいなくなってきてまあ豊かな国になったのは確実だとは思いますけどもでもまあ先進国っていう呼ばれるね トップセブンとかって呼ばれるその国の中では多分もう上位には食い込めないっていう感じにはなってきてますよねだからなんかあの先進国って呼ばれるけれどもまあ下位の方で細々とやっていく国というふうなことになっていくのかもしれませんけどそれはまあね都会の人に頑張ってもらうしかないよねうん。 もしかしかたら、一生日の目を見ることのないようなこういう社用産業である農業ね粛々と我々はね日本の田舎でなんとかね楽しく生きていく方法を見つけないといけないですよね。まあでもあの僕は、ね、何回も言ってますけど30の時にね、まあ、インドから帰ってきてそっからはねこうやって一応やりたいことをやろうということでいくつかのことを決めてね農業に参入してね全くの。 あのど素人の時から30過ぎぐらいから農業の世界に入ってね気づけば二十数年経ちましたけれどもまあまあどうですかねあのいい体験をしてきましたよねっていうふうには思いますよねうんだからそういう意味ではねやりたいことをやりたいようにやってきたので別にいいんですけどただやっぱりねこっからね還暦を前にしてやっぱりこう 自分の人生を振り返ってもそしてこのね農業界を含めてこう全体を見た時にやっぱり何かをこれから今後やっていく時にはねな何をどう残していくかっていうのはねすごくあのだからもう自分,自分のためというかね自分が何か欲しいものがあるわけでもなく何をしたいとかどうしたいとかねさっき言ったようにだどっか行きたいところがあるわけでもないし、ね、特に何かやりたいことがあるわけでもないし、うん、だとしたら 残りの人生でね何を残せるのかっていうほぼその一点だけなんっていう気がしてるんですよね僕自身は、ね。今若い21歳の子としょっちゅう行き合ってねあの彼もこちらの方で畑を借りてねどんどん今展開中ですけれども本当にね21歳だからあの善と洋々たる何かがね広がってるわけですよね。 21歳ですよ、皆さん、80まで生きるとするじゃないですか、ねえもしかしたら80以上生きると思いますけど、そしたらですよ、あと60年あるわけですね、そしたら20年で3ブロックあるわけですよね、そしたら20年で一区切りだと思えば、まあ、なんだってできますよね、うん、ここから40まではひたすら栽培をやって、ね20年やったところでまだ40ですよ。ね そこから60までやってまだね20年そしたら40ぐらいになった時に経営者側に回ってねどうのこうのとか40で現場離れてもいいと思うしって考えればもうほぼ無限なその可能性が広がってるわけでねやっぱりそう思うとこの若さに勝てるものなんていうのは何一つないですよねお金で買うことができないね そういうい意味では僕なんかはねもうできることは本当に限られるのであとやれて一つ二つですよね、うん、だからそう思うともっとやりようはあったのかなというふうには思うんですけどでも多分ねこんなもんなんだと思いますね所詮そんなもんだ感じがしますよねそんなに能力がもともとあ,あるわけでもないし、うん、もう最後レタサイまいちゃいますか まだレタス栽まいてる <laughs> まいったね今年はまあレタス栽一体1 0 0 0 2 0 0 0じゃ効かないよねで全部食われましたからね <laughs> 本当に笑うねたくさんレタス栽たくさん買っといてねよかったよな普段こんなね使わないんですけどねその10月末ぐらいまででね それでバトンタッチですけど今年はもう主力出た際ですよ<笑>,笑うね本当に笑うねいや今年は本当にやられたねまあこういうよいしょこういう時もあるねっていう話ね。熱熱、熱よいしょ 何の話しましたっけまあそういう意味ではその若さってやつですかね30そうだな今僕が21に戻れるならねまあ今のこの経験と知識でもって21に戻れるのと何も知らずにねど素人で21戻るのとい随分違うと思いますけど何ありますかねまあでもあのもう。 ホリエモンさんがおっしゃるようにねこれからはとにかくあのこれだけリモートだとかが発達してきてもう都市にいる意味はないっていうふうにねおっしゃるように多分それはそうだと思うんですよね。中心は田舎にいてじゃあ田舎で何をねまあ多分何らかのビジネスというかね起業して何か起こそうとすると思うんですけどやっぱりそうなった時にはねい田舎っていうものを見た時にはやっぱり中心にあるのは農業っていうか農的なものなのでね 今あのキャンプブームだったりするじゃないですかあれも間接的に多分あの自然だとか脳的な領域に人々が関心を持っているっていう一つの証しなんだと思うんですよねまあそういう意味ではあのそういう脳的な時代がやってきているんだろうというふうに思うんですけどただ残念なことにねこういう我々のようにこの。 農産物っていうね、この第一産業っていうね、これをビジネスということに見たときにはね、なかなかの苦難が待ち受けるわけですけど、まあでもそれもね、あのやりようなんだと思うんですよね、まだまだね、僕はそのまあネットも含めて、今、こう SNS 前世の時代に入ってますけど、じゃあこの SNS 前世の次は何なんだっていうことですよね、それはまだ誰もね、答えを出してないような、ね、あのメタバースみたいな。 ああいう仮想空間になるものが中心になるということでねフェイスブックさんはそういう世界を作ろうとしているようですけどよくは知りませんがね本当にそういううい世界が来るんでしょうかね僕はねこの SNS っていうものが出た時にまあ、昔だってほらミクシーとか流行ったじゃないですかあの頃ちょうど僕はパーマーカルチャーとかねいろいろ環境系のことを勉強したりした時期なので。 そこでそういうこういこ SNS でね、まあ、ミクシーで意見交換たりしたけど、例えばですよ、あのー、当時ね、ミクシー、僕もななんない,いろいろなんかあれグループとかあったじゃないですか、ああいうのにこう入って、でも例えばね、あのー、有機農家とか、その何ですっけ例えばそういう野菜のコミュニティだとか、例えば僕がね、まあずっとやってきたバイオダイナミック農法とかね、ねそうすると、例えば何千人っているんですよね。 だけけど、ね、そのコミュニティには何千人っているわけです。ね、でもこの今の日本という国でバイオダイナミック農法で野菜を作って販売して生計を立ててる人っていうのは多分当時本州では僕だけだったと思うんですね。はい、僕は神奈川の時代から始めましたけどもでそういう意味ではそこで行われてる議論なりそういうコミュニティ内のねそういう話とかっていうのは。 まあ見ていてね、とてもその議論に参加する気にはならないものなんですよね。うんまあ、本当にひどいというかねうん、素人が勝手にこう、なんていうの,あのな、もうどうしようもないことというかね、とてもその議論の中に入っていく議論でもないわけですけど、本当にひどいものだなというふうに思ってね、そういう意味では、まあ、まあ、YouTube とは言いませんけど、 <laughs> YouTube もねほとんどがやっぱりこう何て言うのかな特にね農業系の YouTube で本当にこうある程度あのやっぱり中心にあるのはエンターテインメントなのでねうんなのできっちりとしたその何かねこういう今の第一産業のことをきっちりなんかやってる配信してる。 人なりそういう人って本当に少ないのでねほとんどがまあ家庭菜園とかエンターテインメントですからそれはそれでまあいいとは思うんですけど楽しまあ見てて楽しいんだろうとは思うんですけどその前にねその前にあなんか抑えなきゃいけないことはいっぱいあるようには僕は思うんですけどねまあしょうがないですよね人々が求めてるものはエンターテインメントなんですからね。 っとはいということでベラベラでくっちゃべっておりますが、まあ、こんなものにしますかはいということでねバンバン白菜の、ね、種をまいていくという動画でございますまあひたすらねは白菜でオータンポエムそしてターサイとね、えー、もう本当に後半戦の後半戦に入ってきましたはい以上ですそれではまた